ジャングルへようこそ。何しようか。ほんじゃ、説明するぜ。やり方がわからねえとき、クリックするのはここ。お話の中で遊びたい人はこっちだぜ。のんびりお話を聞きたいならここ。好きなページを開くのはここ。おしまいにするならここだよ。英語にしたけりゃここをクリックして。わからなくなったら俺をクリックしろよ。最初のこの画面に戻れる。それじゃ、ハクーナマタタ。気楽にな。よく聞きな。ほんじゃ、説明するぜ。次のページに進むときはこの矢印だ。前のページに戻りたきゃこっちの矢印。お話をもう一度読んでほしけりゃ、ザズーをクリックしな。ゲームをしたくなったらシンバとナラだ。かわいいだろう。わからない言葉が出てきたらラフィキに聞きな。ラフィキは頭がいいから。いいね。最初の画面に戻りたいときは、このハンサムなミーアキャットをクリックして。日本語と英語の切り替えはいつでもできるよ。タブキーを押すか、俺をクリックして最初の画面に戻って選ぶんだ。また会えたね。何しようか。ほんじゃ、説明するぜ。ある朝、アフリカ中の動物たちがプライドロックに集まりました。シンバ王子の誕生を祝ってみんな大喜び。でも、王様の弟スカーだけは面白くありません。朝。朝っていうのは太陽が昇る時のことじゃ。すべてがうまくいくはずだった。あの毛玉小僧が生まれるまでは。父さん、父さん、ねえ起きて起きてよ。わかったわかった。さあ起きたぞ。シンバが大きくなると、父親のムファサ王はプライドロックの頂上からシンバがいずれ治めるはずの王国を見せました。見てごらん。太陽の届くところすべて我らの王国だ。うわあ。Thank you.
見てごらん。太陽の届くところ、すべて我らの王国だ。わあ！狩りの練習だよ。ザズーに後ろからそーっと近づくんだ。振り返りそうになったら、マウスボタンを押し続ければ草の中に隠れられるよ。頑張れ。父さんみたいになれるよ。すごいな。驚いたよ。あの影になっているところもそう？あそこは我らのものではない。絶対に行くな、シンバ。影の場所は象の墓場だ。スカーはシンバにそう教えました。本当に勇気のあるライオンしか行かないのだと。怖くないよ、僕。忘れるな。これは二人だけの秘密だぞ。シンバと友達のナラはザズーに水場に行くと言いました。でも本当は象の墓場へ行くのです。二人は途中でザズーをからかいました。やめろ。
さあ急いで。大変申し訳ありません、マダム。どいてくれ。象の墓場は骨だらけ。お湯の吹き出る間欠泉もあります。二人は楽しく探検しました。でもそのうち、危ないところに長居するとろくなことはございませんよ。ムファサ。ザズ。はい、何か。ナラを頼む。私は息子と話さなければならない。ムファサは息子の聞き分けのなさにがっかりしました。シンバは父さんのように勇敢になりたかったのだと話しました。ずっと一緒にいられるね、とシンバが尋ねると、ムファサは星をご覧と言いました。過ぎ去りし偉大な王たちが我らを見守っていてくれ。思い出せ。お前を導いてくれる空の王たちの子、そして父さんを。光る星を追いかけて、その星をクリックすると絵が描けるよ。楽しいね。楽しいね。
そっくりだよ。素晴らしい絵だね。楽しいね。どうしても王様になりたいスカーはハイエナたちと悪だくみ、ムファサとシンバを亡き者にしようとします。俺についてこい。もう腹をすかせて泣くことは二度とないのだ。スカーに騙されたシンバが谷で待っていると、ハイエナたちに追われたヌーの大軍がやってきました。頑張れシンバ。ムファサは危ういところでシンバを助けますが、自分はスカーの手にかかって殺されてしまいます。何をした？スカーはムファサの死をシンバのせいにします。どうすればいいの？逃げるのだシンバ。さあ逃げろ遠くへ。そして二度と戻るな。王国はスカーとハイエナたちのものになりました。プンバとティモンはシンバを砂漠から救い出してジャングルの我が家に連れてきます。そしてハクナマタタを教えました。悩むな、嫌なことは忘れて人生を楽しめということです。ゲーやだ、ゲーやだ。こりゃチキンの味だぜ。Thank you.
一緒に虫を取ってあげてよ。虫が来たらその虫をクリックするんだ。どうも。あれ？ほん？あれ？あれ？うん。あれ？あれ？どうも。うん。どうも。そうだよ、タクナマタタなのさ。シンバは仲間と一緒にジャングルで大きくなりました。ある日、プンバとティモンが虫を捕っていると、お腹を空かせたメスライオンがプンバに飛びかかってきました。大変だ、クワルジマン！シンバ？どうしてあなた？会えるなんて夢にも思ってなかった。こんがらがっちまったな。彼女はお前の親友だ。でも奴を食おうとしたぜ。それでお次はみんな仲良しこよしか？そんなのありかよ。そのメスライオンが親友のナラだと分かってシンバはびっくり。こりゃ匂うぜ。臭い。ごめんな。違うよ、あいつらだ。みんなあなたの帰りを待ってるわ。そんなことないさ。王は俺じゃない、スカーだよ。その夜、ラフィキがやってきて
シンバを草原に連れ出しました。夜空にムファサが現れ、息子に話しかけました。ご覧、父さん、お前を忘れることは私を忘れることだ。待て、思い出せ、お前が誰か。私の息子、まことの王なの。思い出せ、思い出せ。思い出せ。シンバは王国を取り戻すため、プライドランドに帰ることにしました。王の座をかけてスカーに挑みます。燃え盛る草原で戦う2頭のライオン。シンバは戦いに勝ち、プライドランドの王になりました。思い出せ、本当の王様が戻り、王国はよみがえりました。ある朝のこと、アフリカ中の動物がプライドロックに集まってきました。王子様の誕生を祝うためです。ラフィキの掲げる赤ちゃんを誇らしげに見守るシンバとナラ。こうして命は果てしなく続いていくのです。もう一度お話を聞く？それとももうたくさん？